皆さんこんにちは、砂押しりえ子です。10月の13日に、私のバースデーライブ I4U を開催させていただきました。会場に、お集まりくださった皆様、本当にありがとうございました。そして、会場には来られなかったけど、メッセージをくださった、皆様も本当にありがとうございました。今日は、ライブの時に、企画の一つとしまして質問コーナーというものをね、設けさせていただきました。皆さんが、書いてくださった質問に私が答えていくというものだったんですけども、時間がやっぱり制限が あったので、答えることができなかった質問にお答えしていこうと思い、動画を撮っております。ぜひ皆様も最後までご覧いただけたらいいなと思います。いろいろとご質問をいただいたので、歌のこと、そして本当にプライベートなこととちょっと分けて、まず、歌のことに関してお答えしていきたいと思います。1つ目、これはお名前書いてあったのでヨッシーさん、ありがとうございます。いつ頃から曲を作り始めたのですかというご質問です。はい、これはですね、今から20年前ぐらいになりますね。ちょうど事務所に、入所したのが2003年で、今年で21年経つんですけども、事務所に、入ってから本格的に曲を作り始めました。そうですね、私もこう弾き語りで歌えるようになってから、一人でこのライブをさせていただけるようになった時に、やっぱり私もね、自分で歌って、自分で作った歌をやっぱり伝えていきたいなって思うようになって、そしてこのライブをこうしていくうちに、ちょっと初めはカバー曲がすごく多かった。でやっぱり自分の曲をね、弾き語りで歌いたいなと思って本格的に曲を作るようになりました。はい、次に、これはこれちょっとフルネームが書いてありますので、アッキーさん、はい、綺麗なハーモニーとメロディーの曲が多いです。ありがとうございます。スノーさんの澄んだ声で一層素晴らしい作品になっています。ありがとうございます。はい、毎日どれくらいの歌のためのトレーニングをしていますか。これは普段私は、主婦子育てをしてますので、特に何分とかトレーニングするぞとかっていう時間は設けておりません。ただ、普段こう仕事に行っているので、仕事に行く前、夫と娘が、会社と学校に行った後、出勤前の、10分15分にまず、家で大きい声で発声をします。そして、通勤途中の車の中で、車の中に、自分の曲とか、いろんな曲が入っているので、それで、歌を練習したり、発声とか声を出す練習をしています。休みの日はこう時間をちょっと設けて、発声練習、そして歌の練習をしています。あとは寝る前に、ストレッチをするようにしています。私は結構怪我しやすいタイプなので、なるべくストレッチを心がけてます。あとは、これはトレーニングというか、食事を、気をつけるようにしています。そうですね、最近こうやっぱ年齢的なものもあって、すごく疲れやすいというのと、あとは体力が落ちてきたなと思ったので、
タンパク質をねすごく摂るようにしています。納豆とか、まあ、卵とか、あとヨーグルトとか、特にね、まあ、乳製品と、あとは、まあ、豆類っていうのが発酵食品を、まあ、摂るようにしています。はい、これはいただいた感想です。これはね、ヨウさん、ちょっとフルネーム書いてあるのでヨウさんとお呼びしましょう。今日はありがとう、リエコさんの歌の歴史を楽しく聞かせてもらいました。とても素直な表現でいいです。作詞作曲なんて素敵です。あなたの世界がもっともっと広がるのを応援しています。今日はありがとう。はい、こちらこそありがとうございます。素敵なコメントをいただきまして、すごく嬉しいです。ありがとうございました。私ももっともっとこう自分の素直な気持ちを出して、歌詞とかメロディーに表現していけたらと思います。はい、ありがとうございました。はい、まあ、歌の、ご質問は以上です。で、次に、プライベートな質問をいっぱいいただいたので、お答えしていきたいと思います。はい、まず一つ目、目玉焼きには何をかけますか。目玉焼き、はい、目玉焼きは、これはですね、お塩をかけてます。はい、そして、アジフライはソース派、醤油派、その他、はい、これはですね、ソース派ですね、私は。はい、あ、でもね、あれだ、時々濃いものが食べたくなってタルタルソースをこう作ってかけて食べることもあります。はい、次はバイクは乗らないのですか。バイクね、バイクは乗らないと思います。っていうか、まず免許を持ってません。そして免許もね、多分取らないと思います。これは何でかと言いますと、18歳の頃、教習所に行った際ですね、まあ、原付の、教習をするかと思うんですけど、あの時に、まあ、私向いてないかもってもう自分で思って、もう私は絶対車だなと思いました。だけど、後ろにもし乗るなら乗りたいなと思います。はい、次、ゴルフをやりませんか。これは私に誘ってるんですかね。ゴルフは、コースとか回ったことはありません。ただ、打ちっぱなしは行ったことあります。昔、社会人1年目の時にちょうど勤めてた会社にゴルフ部っていうのがあって、その時に、まあ、上司が打ちっぱなし行くぞみたいなことを言われて、はい、行きますって言って連れて行っていただいたことがあって、で やったことはあります。ただ全く打てませんでした。多分ね、才能がないんだろうなと思います。はい、次これかな。あ、もうそろそろです。ご質問終わりなんですけど、はい、カレーライスとハヤシライスどちらが好きですか。はい、これはカレーライスです。はい、これはね、なんでかと言いますと、まずハヤシライスをあまり食べたことがないだからだと思います。多分、すっごいおいしいハヤシライスをもしかしてどこかで出会って食べたら、カレーライスよりも順位が上に行ってしまうかもしれません。もしね、何かおすすめのハヤシライスありましたら教えてください。よろしくお願いします。はい、次、タケノコの里かキノコの山、どっちが好きですか。うん、あ、これはね、キノコの山です。そう、私は子供の頃
よくあのキノコの山遠足に持って行ってたんですけど、あのこのキノコの山のチョコとの下のこのビスケットをいつもこう分解して別々にこう食べるっていうのがあの楽しみで、そういう食べ方をしました。はい、あとはあの私あのキノコがすごく好きで、あのだからあの形とかが多分良かったんだと思います。はい、質問これは最後になるんですけど、もうきっとこれはね、あの夫じゃないかと、夫がした質問じゃないかと私の思うんですけども、はい、娘への携帯はいつ持たせますか。これ直接私に言ってくれればいいのに。はい、そう今考えてるのは、まあそうですね、中学校に上がる前には持たせたいなとは思っています。あのうちの子小学6年生なんですけど、まだ携帯を持たせていなくて、そういつ持たせようかこれは悩んでいます。あのぜひね、あのお子さんをお持ちの皆様、こう、 うちはこういうタイミングでいつ持たせたよとか、なんかアドバイスとかなんかあったら、こう教えていただけたらすごく嬉しいです。ということで、皆さんからいろいろと音楽のこと、そしてプライベートなこと、いろいろとね、あのご質問をいただき、お答えをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、ライブでもあの本当にあこんな質問が来るんだって思ったものもたくさんありました。でもあの今回この企画をさせていただいて、皆さんがどういうことを私に聞きたいんだろうっていうことを知ることができてすごく嬉しかったです。また何か私にあこんなこと聞きたいなって思うことがありましたら、ぜひね SNS のコメントでもあの DM でも何でも結構ですので、あのくださいましたら、こういっぱいねあの質問が集まりましたら、こうやって動画に上げてお答えしていきたいななんて思っております。今日は、皆さんご質問にお答えするというね動画でした。ということで、素直しりえこでした。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。